順次帝、順次帝は、真意の、第三代皇帝。意味名は、不倫、福倫、用号は清楚。在世時の言語を順次をとって、順次帝と呼ばれる。入り後、中国支配の開始後の真の土台を確固たるものとし、時代の後期帝、妖精帝、乾隆帝の三世の春、いわゆる紅葉艦聖聖の黄金時代を導く役割をした。 中国共産党では、初代ヌルハチと第二代本体寺を、真の前身であるアトキンの皇帝とし、順次三角を、真の初代皇帝と位置づけている。本体寺の第九子として生まれる。母は、永福偶葬妃、ボルジギとし、ストック八年、1643年、本体寺が急病で遺言を残さずに放御した。後継として、最初は、 本体児の兄大山が候補に上がったが人望がなく、自ら辞退した。本体児の長子の祝神のお方家は有力な候補であったが、本体児の弟で方下より、年少の英神のおドルゴンを押す一派がより、優勢であった。ドルゴンは、方下一派との全面衝突を避け、方下の異母帝である六歳のフリンを皇帝に押した。という計算だった。結果、フリンが、 皇帝に衰退され、ドルゴンとヌルハチの弟の息子ジルバランが殺政となった。聖母の商妃は皇太后号とされた。後に商妃とドルゴンは再婚した。商妃は自分の子供を皇帝にするためにドルゴンと手を結んだと言われている。ただし、皇太后号とドルゴンの再婚に関しては、これを否定する説も唱えられている。翌1644年、順次元年。 数定十七年三月十九日、理事政率いる、巡軍が北京を陥落させ、民を滅ぼした。新軍は、ドルボンの主導のもと、山海間を解除して、清市に下った、ゴース3を先頭に、北京へ向かった。北京の巡軍は民を滅ぼした後、各々の感触を決めたり、民の高級官僚を処罰したりと忙しかったが、山海間の中に入った新軍を四月二十三日に、 迎え撃った。新軍は大将し、さらに敗走する、理事政を追って通り上、現在の湖北省まで南下し、順を滅ぼした。10月19日、順次帝はドルゴンに迎えられて、北京に入場した。ドルゴンと方家の対立は日に日に悪化した。順次元年、1644年4月1日には、方家が自分を誹謗しているのを耳にしたドルゴンが、 孔毛が謀反を企んでいると上奏した。幼い順次帝は兄を助けようと泣いて命乞いし、罰金刑だけで済んだ。その後、権力を増したドルゴンは順次4年、1647年、目障りになったジルガランから、摂生王の位を剥奪し、代わりに、自分の弟、ドドを摂政とした。翌順次5年、1648年にはさらに、 ジルガランを軍王に格下げした上で、罰金刑に処した。法下はドルゴンから礼遇されるも、戦場で功績を重ね、超憲中を倒すなど、抜群の戦績を挙げた。これを不愉快に思ったドルゴンは、また、無本の罪で殺そうとするが、順次帝は一歩も譲らず、処刑は認めないと、毅然たる態度を示した。それでも法下は、冤罪で捕らえられ、順次五年。 1648年に告示した。方下とジルガランを排したドレゴンは権力をさらに増し、王暴が目立つようになった。自身の称号は、摂政王から、お父摂政王、順次二年、1645年に、公祝党摂政王、順次五年、1648年からは、高等摂政王を称している。また、方下死後にその側室を自分の側引とした。 しかし、順次七年、1650年、ドルゴンは、狩りの途中で突然死去した。ドルゴンが死亡した後、積年の恨みを胸に秘めながらも、順次帝は葬儀を淡々と進めた。ドルゴンの病号は、聖衆とした。皇帝でもないのに、僧のつく病号を送られるのは異例であった。しかし、それと同時に、ドルゴンの屋敷を固く操作し、死没を戦場の証拠として没収した。また、 弟のアジゲを処刑した。順次八年、1651年1月12日、13歳の順次ミカドによる申請が始まる。順次帝は、陳は今日官民の苦を等しく知ると宣言する。申請の手始めはドルゴン派の一層であった。2月22日、ドルゴンの罪を暴く書状を全国に交付した。罪状として以下の数々が挙げられた。そして、 ドルゴンの墓が文字通りに暴かれ、死体が鞭打ちの刑に処された。順次帝は特に聖母とドルゴンの再婚が非常に許せなかったと言われている。ドルゴンが徴用した文官も処罰され、特に大学士のガリン、強しシバは処刑された。一方で、ハンドルゴン派は復権し、放下の名誉は回復され、放下の子も数広氏倍六賢神能に取り立てられている。 ドルゴンの名誉は、後世、権利帝によって回復している。順次定はまず内政の改革を始めた。当時、全国各地から名産品を皇帝に献上することになっていたが、これをいくつかの場所で止めた。また、質の悪い官僚を追放し、官職の合理化を進め、税金逃れのために僧や同士になっていたものを、減属させた。また、官が、 政治に関与することを厳重に禁止し、破れば即座に死刑とした。歴代中華王朝の衰退の大きな原因となった。宦官の悪兵は、新代ではほとんどその姿を表さなかった。順次十六年、1659年、帝政公の北伐軍を跳ね返し、国内をほぼ平定した。しかし、愛妃ドンゴ氏を亡くしてからは気落ちし、順次十八年、 1661年に天然痘で急死した。24歳での若すぎる死に、純次帝は死んだのではなく、本当は長愛する日、どんごし、高金皇后と追放の菩提を弔うべく出家して五代山で生きているとの説が生まれ、皇陵、純次帝の両母には骨壺はあっても棺はないとも噂された。その遺体は仏教に傾倒していた本人の希望で仮装されたようである。 に両方は清楚。その文字は、通常は、官の皇素、大素皇皇帝、流法など、王朝の子祖あるいは債権者に送られる両方であるが、順次帝は三代目であるにもかかわらず、大祖に続いて送られている。最初は、慣例通り、総の字を当てようとされたが、北京戦都によって、新しい国家を築いた点が考慮され、大芝領清楚表が、 タイ装のハチは、新朝開国の君であるが、不倫は、満州貴族の入閣後の最初の皇帝であると強く、主張し、初心を説得した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。